10月25日のしおチャンネルです、えー、国会も2日目になりました昨日が総理大臣の所信表明でしたが今日は代表質問ということで、えー、立憲民主党からは田辺正也幹事長そして自民党さんからはですね世耕幹事長ですね、えー、参院の幹事長が、えー、それぞれ代表質問に立ちました、えー、私から見てですね世耕さんすごかった <laughs> ですね、うん、あの総理にバンバン 言っていて、い先生のようにですね、こうちょっといろいろ教えを説いているみたいな感じで野党の方からはです、ね、そんなの自民党内でやってくれよなんていう野じ、えー、も飛んでましたけれども、まあ、ある種よく考えたらリーダーシップを取ることが大切だみたいな話をしていたので一国の総理たるものリーダーシップでしっかりと前に進めていくことが必要であるというふうに思えばですね、えー、減税なのかとかね、うん、そして、えー、皆さんに対するですね、こう給付なのか。 とといいううころで還元という言葉が非常ににかりにくくてどっちなのか分かんないからよくなかったんじゃないかみたいなことが出ていたということを考えればですねある種あの政府与党を一体化していることが多いんですけれども、まあ、こうやってしっかりと自民党の立場から政府にものを申す総理にものを申すというのは一つありではないかなというふうに思いましたけれども残念ながら現状において岸田総理の決断と言葉については いくばくかの弱さを感じざるを得ません。その弱さが顕著に露呈したのが、今回の減税にまつわる一連の動きです。9月25日に総理は、税収増を国民に適切に還元すると表明されました。しかし、この還元という言葉が分かりにくかった。自分で決断するのではなく、検討を丸投げしたように国民には移った。 総理のパッションが伝わらなかったその後、この還元という言葉が一人歩きして、給付なのか減税なのか、はたまた両方なのか、総理の真意について与党内でもさまざまな憶測を読んでしまいました。世の中に対しても、物価高に対応して、総理が何をやろうとしているのか、全く伝わりませんでした。これに対して、吉田松陰はこう諭しました。天下後世をもって この国のことと、その未来をどうするかということこそを自らの任務と自覚すべきである、目先の結果を出すことに焦ることよりも、もっと大きな視点で取り組むべきだと説いたのです。岸田総理、どうかこうした大きな課題、総理大臣という地位にあるものにしかチャレンジできない課題にこそ、真正面からぶつかっていく、そのことに集中していただきたい。 さまざまな声に耳を傾けることは重要ですが目先のことに救急とする必要はありませんどうか天下後世をもって己が忍となすべしまあ、ああいうのを見るにつけですねある種自民党の強さを感じますね、うん、というのもえ次は自分たちの派閥の番なんだぞとかねいろんなものが透け見えたそんな代表質問でしたということで今日は、えー、注目はあの世耕さん総理大臣に ちょっとした説教をするということが今日の塩チャンネルのポイントですそれではまた明日